言語開発の現場、さんからのトークです。よろしくお願いいたします。はい、こんばんは。こんばんは。言語開発の現場という発表でなんかいろいろ喋らせてもらいます。自己紹介なんですけれども、柴田博史と申します。GMO ペオーという渋谷のセリアンタワーの会社で、会社中にある会社でチーフエンジニアをやってます。そう、なんか最近好きなことは、なんか僕従業員代表やってるんで、なんかサブロック協定のチェックとかは、なんか残業多い人とかになんかなんとかなんないのみたいなやつとか、まあ、従業員のこう健康をね守るみたいな活動を最近興味あって、ちょっとやばいんですよ。なんかもっとプログラム書かないとなと思って。で、下にまあコミットビッツって書いてるんですけど、まあ、Ruby とか Lake とか、まあ、おそらく Ruby 使ってる方はなんか見たことあるようなやつの、まあ、メンテナンというかコミッターをやったり、あと Rails Girls っていうその、まあ、女性向け そのプログラミングの最初の一歩みたいなワークショップがあって、まあ、それの会計面とかお金回りの手伝いとかをやったりしています。はい、あ、戻っちゃった。で、僕はRuby コミッターでどれくらい強いのかっていう話なんですけど、これは Ruby って GitHub のコントリビューターランキングなんですけど、僕は3位なんですよ。3位なんで3番目ぐらいに強いでもこれただのコミット数なんで、コミットとリバートを繰り返してれば何もでも最強になれるまあでも結構頑張ってるよって感じです。まあただちょっと1位っていうか、なんかちょっと団地なんで、まあなんかいいやって感じ。はい。で、あとまあ浅草歩いっていう、なんか上野とか秋葉原周辺でなんかまあ笹田さんとか、まあ、Ruby 使ってる人なら、まあ、松田さんとか見たことあるような人と一緒に毎週火曜日になんかコードどうなんみたいな話とかをしてるんで、興味ある人は、まあ、この浅草 RBT やつググって来たりしてください。あと、まあ、ジオンペパコっていう会社で、まあ、働いてるんで、ちょっと会社の紹介なんですけど、まあ、いろいろなこうミンネ、最近はミンネをちょっと集中投資してるんですけど、ミンネとかそういうウェブサービスですね、いわゆるを中心にいろいろ展開させていただいてます。で、まあ、会社の理念はもっと面白くできるっていう、まあ、このキーワードで、その、まあ、お客さんとかエンジニアとか、まあ、そこの中で働く人がなんかもっとこれ面白いじゃんみたいなものをとにかく追い求めて頑張ってるっていう感じですね。で、まあ、ヤプシにもちょっと微力ながらスポンサーをさせていただいております。これ要注意ですよ、要注意なんですけど、前夜祭一発目なんで今日はコードあんま出ない、コードの話はなくて、なんか裏話みたいなもんばっかり中心にします。で、コードとかインフラの話はなぜか2個目の CFP も取っちゃったんで、あさってにこれだいぶ盛り込んでるんで、皆さんぜひ来てください。なんかなんすかね、なんか Rails 3から4にアップグレードしましたみたいな、なんか1枚みたいな感じのボリュームで、なんかすげえいろいろ話すんで面白いと思います。はい、本題で、Ruby 使って仕事されてる方ってどれくらいいますか？すごい、 Ruby のカンファレンスなのではまあ冗談を即して、まあ、ちょっとじゃあ Ruby についてバックグラウンドをちょっと共有しないと話がめんどくさくなるので、ちょっと話しますね。で、まあ、Ruby は、まあ、パールみたいな、まあ、パールからインスパイアっていうとちょっと違うかもしれないですけど、まあ、松本幸宏という人が、まあ、こういうなんかプログラミング楽しいやつ作りたいねっていう感じで作っていて、結構そのグローバル変数とかの参照はパールっぽいものが結構残ってます。はい。で、Ruby 1.8 今も使ってるよとか、 Ruby 1.8 使ってたよって方はどれくらいいますか？あ、じゃあだいぶ少ないんでいいです。あ、だいぶ少ないのでこの紹介することに意味がある。ですね、 Ruby にはなんか超えられない壁というか、なんかなんですかね、なんか縄文時代と弥生時代みたいな、なんかすごい時代の壁があるんですよ。で、Ruby 1.8 っていうのは松本さんが作った処理系で動いてる言語が Ruby 1.8 で、 Ruby 1.9 以降は、まあ、笹田さんっていう方が作ったバーチャルマシンの上でその Ruby のコードが実行されるので、そもそもそのシンタックスとか見栄えは同じなんだけど、
この 1.8 と 1.9 を境に内部構造はめちゃめちゃ変わっておる。でそういう経緯があるんだけど、その 1.8 の時にこうマッツルビーインタープリターっていう言葉があって MRI って呼んでるんですよ。で日本人は多分あまり使わないと思うんですけど、海外の人は MRI っていう言葉を結構積極的に使ったりしてて、なんかもう 1.9 以降でそのマッツのルビーインタープリターではないんだけど MRI って言ってる海外の人が結構いるので困るけどMRI っていう場合はまあルビー総称のことで、その昔なんかルビー 1.8 は MRI って呼ばれてたんだなっていう知識がこのスライドのポイントです。であとはルビーっていうと僕は C ルビーのコミッター、ルビーのコミッターなので、ルビーっていうと C で書かれたルビーのことなんですよ。なんですこれちょっと伝わるかどうか難しいんですけど、であとそのインプリメンテーションっていう意味でその Java で書かれたルビーとかルビーで書かれたルビーとか JavaScript で書かれたかというとちょっと僕適当なんですけど、その、まあ、JavaScript の処理系で動くオパールっていうのもあると、ルビーっぽい本当にルビーっぽいシンタックスで動く。でこれらを総称して Ruby と呼んでいて、その Ruby の実装の手段が C なのか Java なのか Ruby なのかって主張してる人もいる、特に海外に多い。でも C Ruby を作った Ruby コミッターの中では Ruby イコール C Ruby っていうのはこう覆せない事実なので、なんですかね、その Ruby というのはこの辺の集合体がルビーなのだっていう主張の人といつも話が噛み合わない噛み合わなくて大体揉め事になってしまうっていうのがあるので、なんかルビー燃えてんなみたいな時があったらこういう背景を見るとなるほどなと思うかもしれない。あと ISO 化されていますルビーは。でそれは C ルビーと M ルビーは準拠しています。はい、まあ、ちょっとこの辺の本を読むと日本語にもなってるんですけど、この背景がよくわかると思います。でこれがなんかまあそのさっき言った図イメージなんですけど、なんか C ルビー作ってる人の中では Ruby っていうのは C ルビーのことで、なんかその部分実装が J ルビーとか Ruby ニュースでしょっていうイメージなんですよ。だから C ルビーが Ruby の仕様であって、 C ルビーが作ったものを他の人たちが頑張って実装してるというふうに思ってるし、そうなってるんだけど、なんか他の JRuby の人は結構フレンドリーなんですけど、 Ruby ニュースの方はちょっと喧嘩しててRuby ニュースの人たちは、いや CRuby は Ruby の一部でしょっていう主張なんですよ。で Ruby というなんか何かの概念があって、それぞれがこう Ruby のスペック仕様を作ってるんだっていう主張でいつもコンフリクトしてしまう、どうすればいいんでしょうねっていう背景がある。まずい、もう10分だで、じゃあ Ruby の C Ruby の開発体制についてちょっと喋っていこうと思います。で開発するときに僕が考えるのは、まあ、ソフトウェア開発って何かっていうと、まあ、なんか人がいて、人が何かするためのリソース資源があって、でなんかソフトウェアで実現したいこととかなんか問題を集めて、でそれを解決したものをその作ってる人たち以外に渡すっていうのが、まあ、ソフトウェア開発だと僕は理解してて、まあ、こういう切り口でちょっとバンバン説明していこうと思います。ちょっと駆け足になりますね。で Ruby のコミッターという人たちがいます。これは Ruby のリポジトリにコミットできる人たちです。で、まあ、それ以上のことは何もなくて、で今 Ruby は幸いにして、フルタイムで言語の開発をしている人がいる。でそれはこの3人で、まあ、マッツっていう松本さんという人と笹田さん、中田さんという人で、松本さんは Ruby は作った人ではあるんですけど、ここ 2,3 年は Ruby のコードはほとんど書いてなくてディレクターなんですね。多分皆さんプロダクトオーナーとかプロダクトマネージャーみたいな話最近よくリビルドとかで見かけると思うんですけど、松本さんはそういう立ち位置の人で、あとはこれはサブバージョンのキーをバーって見たんですけど88人いる Ruby のコミットできる人で、あとは
ブランチメンテナーという人たちがいる。でこれはその Ruby のブランチモデルを後で解説するんですけど、最新版開発版のリリースの面倒を見ている人は成瀬さんという人で、 2.2系、 今のステーブルバージョンですね、ステーブルバージョンは長近さんという方で、 2.1 と 2.0 というオールドステーブルというバージョンはこの、中村宇佐さんという方が面倒を見ています。で、まあ、この3人とこの3人は、今の C Ruby の、まあ、キーパーソンなのでちょっと追っかけておくといいと思います。で、あとプラットフォームメンテナーというのがいる。で、Ruby のサポート OS なんですけど、明確に謳っているものはなくて、この辺の Ruby コミッターの人たちが得意そうだ、得意で好きで直してる。で、好きで直してる人がいるプラットフォームはサポートプラットフォームなんですよ。だから好きで直してる人がいなくなったら、そのプラットフォームはサポートプラットフォームではない、なくなってしまうという感じで、そのお金をもらって Windows 向けに開発してるとかそういう感じではないというのがポイントです。今例えば OS10 皆さん使ってると思いますけど、別にこの人たちが OS10 でクラッシュとか壊れたら直す、まあ、これ書いてない人も直しますけど、直してるから OS10 で使えてるというだけであって、でもなんか中田さんが飽きて Windows しか直さないみたいになったら、 OS10 は多分サポートプラットフォームではなくなってしまう。だから非常にそのなんですかね、まあ、オープンソースなんで、その強制的なものではないんですよね。これがちょっとまあ何ていうんですかね、 OS10 とか使ってると困りますよね。まあ、Windows は、まあ、中村さんという方が非常に Windows に詳しくて積極的にメンテナンスしてるんで、ぶっちゃけると OS10 より Windows の方のサポートが手厚いと思います。なんか OS10 でなんか動かないんだけどみたいなこととかよりも、そのあ、まあ、Windows と OS10 でなんか動かないんだけどみたいなもので、なんか直される速度は多分 Windows の方が早い。まあとまあ、Linux については面倒見てる人とか、そのなんですかね、ウェブとかの関係では、まあ、広く使われてるんでサポートも手厚いですけどね。あ、このノーマルパーソンっていうのはユニコーンの作者ですね。ユニコーンの作者が積極的にこうスレッドとかプロセス周りの渋い修正をバンバンやってるんで、結構 C Ruby のスレッドとかも要注意ですよ。あとはこれはなんか Ruby Core Team っていう言葉がある。これなんか海外の Ruby スト、 Ruby デベロッパーがよく使うんですけど、 Ruby Core Team、 Ruby Core Team でもなんか多分 Ruby コミッターのことを指してるんでしょうけど、 Ruby コミッターの人は自分たちのことを Ruby Core Team とは呼ばない、 Ruby コミッターと呼ぶ。だからまあ海外でなんか Ruby Core とか Ruby Core Team みたいな単語が出た場合は Ruby コミッターのことなんだなと思うと多分いい。でここがちょっと今日伝えたいことの一つなんですけど、なんか Ruby コミッターに担当みたいなのもあんのかみたいな話で、担当はなんかあったりなかったりっていうのが回答で、Ruby コミッターってコミット権をもらうとどこにでもコミットできるんですよ。例えばなんか なんすかね JSON ライブラリ消すとかもできるんですよ、別に誰でも。でもそれはやらないんですよ、やっても何も得にもなんないし信頼を失うだけだから。でも何か強い意志を持ってこう直すんだとか修正するんだっていうのは別にできるという意味で、なんか領域はあんのかないのかっていうと、なんかあったりなかったりっていう感じですね。ただそのコミッター全員の中で明言されてないけど共有していることは、その直すなら自分が最後まで責任を持ってそのテスト壊れても直すし、その例えば OS10 でビルドできなかったら OS10 でも直すしっていう、その覚悟を持ってコードを直すっていうのをみんなやっている。でこれはまあなんかスパイダーマンのベンおじさんの超いい言葉なんですけど、まあ、力には責任があるっていう話で、偉大なる 力には偉大な責任が伴うっていう話で、結構このRuby コミッターはこれ基本こういうなんか心情で行動してるし、あの Ruby っていう言語も基本これなんですよ。その Ruby っていう言語のデザインはその Ruby ストに制限を設けない感じなんですね。で、まあ Ruby のコードを書く人を信じてこう言語デザインをしている
まあ、やばいですね、まだ半分しか終わってないんですよ。これちょっとじゃあ後で公開するんで見といてください。まあこういう感じ、あ、ここパッケージのダウンロードの比率で、まあこの辺は良くて、まあこれも、まあ、レッドマイン使ってますよって話ですね。で、まあ、GitHub 使わないのかっていう話については、まあ、GitHub ってこうプロプライタリーのサービスなんで、まあ、Ruby っていう言語、まあ、言語とか OS っていうレベルになるとやっぱそういうのも政治的にも気をつけないといかんのかなっていう感じで GitHub をすぐ使うみたいにはなってないけど、まあ、それも時代の流れとかでゆっくり変わっていくかもしれない、まあ、ちょっと長い目で見てやってください。で、まあ、あとはあれですね、 Ruby に新機能 の要求とかするときは、機能追加しましたじゃなくて、なんかプログラマーがどう嬉しいかみたいなのを先に言う。で、コードをくっつける。で、そして松本さんがいいんじゃないっていうような感じにすると、すぐ取り込まれやすい。まあ、この3つをすごく重視してるんで、ぜひ皆さんも気をつけてやってみてください。で、テストとかはまあ、ちょっと時間ないんですみません。こういう感じでやってますね。で、まあ、これはこういう感じにやると新機能入りますよ。で、2.3 は25日にリリース予定です。で、これか、これちょっとすみません。Ruby のブランチモデルってトランクが突っ走ってって安定バージョンが分岐するっていうようなモデルなんですよ。なので、トランクで直したものをひたすらこうパッチ職人がこう心温まるパッチ生成をこう手でコヒエで作ってそれをパッチしてマージするっていうのをひたすら繰り返しているっていうあの開発モデルです。なので、うん、なんか結構大変なんですよ。で、あとは、うん、デベロッパーミーティングっていうのを今年はやってて、毎月やってます。毎月やって、まあ、その 2.3 を無事リリースできるようにみんなでちょっと頑張ってます。あとはリリースマネジメントはまあいいかな。はい、ちょっとセキュリティリリース、セキュリティリリースっていう、まあ結構 Ruby コミットはボランティアで、まあ、僕みたいにどっか勤めてる人とかがやってて、でセキュリティの問題とかも一応メーリングリストに来るんですけど、まあ、結構そのセキュリティの問題難しくて、これはセキュリティの不具合なのか普通の不具合なのかっていうジャッジとかが非常に難しくていつも悩んでいます。セキュリティの専門家がいるわけじゃないので、でなので、まあ、ちょっと時間がかかったりもするんですけど、まあ、なんとか直してリリースしようという活動をしている。で、あとはその全バージョンに影響がある場合、先ほど紹介したリリース、あのブランチメンテナー全員の予定が合わないとリリースができないっていう、なんか鍵を持った男がこう5人集まらないと開かないみたいな、なんかそういう感じなんで、こうなかなかあのもなんか出ないなとか、出た時に全バージョンが一気に出るみたいなことがあるんですけど、まあ、ちょっとそういうボランティアワークっていう背景もあるので、ちょっとすいませんって感じですね。で、あとはこれが最後ですね。なんかちょっと飛ばしまくって非常に申し訳なかったんですけど、まあなんかいろいろ話してたんですけど、まあその、まあ、結構 OSS の開発とかっていう Ruby とかなんか手が届かないなみたいな雰囲気があるかもしれないんですけど、まあ、基本的になんか皆さんが会社でやってるのと同じで、なんかコードを書いて、でなんか開発環境とかをいい感じに用意して、でそのユースケース、その機能追加したいとかじゃなくて、なんかお客さんが楽しいとかプログラマーが楽しいっていうようなことに置き換えて、まあ、その開発をすると。で、あとリリースマネジメントも、そのリリースマネージャーとかそのディレクターって呼ばれる人がいて、言語デザイン、プロダクトデザインと同じようにデザインをして、でちゃんリリースをちゃんとするっていうような形なんで、その Ruby とかなんか結構でかいんですけど、まあ基本的に皆さんが会社でやってるものと同じで、そのまああんまり怖がる必要もなくて、普通の開発でやってるように Ruby に接してもらえるといいなと思います。はい、ちょっと途中から飛ばしまくったんですけど、20分ですか。はい、終わりです。ありがとうございます。ここであの会場の方から質問がありましたら受け付けたいと思います。質問ある方、挙手をお願いいたします。
なんか飛ばしたとこをもうちょっと詳しくって言ったら5分とか喋っちゃうか。はい。ヨーロッパミーティングっていうのはどういう形で、はい、なんか IRC でやってるのか、はい、あるいはハンガーでやってるのか。はいはい。ですね、対面でやってます。で、じゃあちょっと2分ぐらい喋るんですけど、なんでこういうことやりだしたかっていうと、結構海外の人から Ruby って日本人が作って Ruby コミッターも日本人がすごい多いから、日本語でなんか例えばスレッドの挙動をこういう風に変えたらいいんじゃねみたいな話をして、なんかコード書いていいんじゃねコミットみたいになって、もう僕らとしては楽で非常に嬉しいけど、海外の人からすると表示もできない豆腐文字になるような言語でなんかぐにゃぐにゃぐにゃって喋って、なんか突然なんかわけのわかんない変更が入ってきたみたいな、なんかそういう違和感がすごいあるっていうのをいつも言われるんですよ、 Ruby のその C Ruby のコミッターは。で、まあもうちょっとその辺の透明性ですね、まあ、トランスパレンシーって言葉を使ってますけど、まあ、その辺をもうちょっと確保していきたいなっていう、僕らは可能な限り英語で議論して、英語でそのイシューチケットを書いて結論を英語で書いて、そのコードを書いてるつもりなんだけれども、やっぱなんか足りてないらしくて、積極的にそれを解消しようと思って開催しているのが、まあデベロッパーミーティングですと。で、まあ、最初の質問にあった、どういうふうにやってるのかっていうやつですけど、まあ、この辺ちょっと見ていただけるとログが非常に残ってるんですけれども、まあ、Ruby コミッターが6人から10人くらい集まって、対面で、まあ、今は毎月やってるんで1ヶ月の間にその話さないと解決できないような内容であるとか、あとデベロッパーミーティングには松本さんが参加されるので、そのディレクターの意見ですね、ディレクターとしてはどうディレクションしたいのかっていう言語デザインの話をする場としてデベロッパーミーティングを開催して、でそこの場で決めた意思決定ですね、Ruby という言語の言語は全て松本さんにの頭の中にある理想の俺の考えた最強の言語を実装したのが Ruby なので、いかにこう松本さんからその Ruby の構想を引き出すかっていう場なんですよ、ここは。で、松本さん的にはこのシンタックスとこのシンタックスどっちの方が嬉しいですかとか、松本さんとしてはこうエラーを出した方が嬉しいですか嬉しくないですかっていうのをひたすら聞いてジャッジして、あとは Ruby コミッターと呼ばれるなんか小人さんが一生懸命コードを書いて作るっていう感じのバーです。だいたい質問はの疑問を解消しましたでしょうか。ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。なんか飛ばしたとこもうちょいとか。質問を繰り返してください。今松がシングルポイントフェイラーという話も出ましたが、はい、他にコミッター陣で困っている話っていうのは、あ、今現在何がありますでしょうか。コミッター陣で困っている話、僕個人の話をしますと、そのコミッターいっぱいいるのでコミッターの相違という話はできないんですけれども、僕個人が困っているのはリリースがどうしても大変なんですね。で、一昨日リリースしたんですけれども、一昨日も、19時くらいから作業を開始して2時間ぐらいでできるよねって言っててリリース終わったのが1時だったんですよ。で、どう考えてもブラックな感じになってて、でそれはまあなんすかね、なんか、まあ、僕はそう、手話法ではそういうのを改善するのをこう専門に仕事でやってるんで、まあ、いろいろできるんですけど、やっぱりその3ヶ月に1回しかやらなくて、でそれをちゃんとその自動化であるとか、まあ、その引き継ぎみたいなものも含めて、まあ、なかなかできていないっていうのが、まあ、その問題点であって、まあ、それをやれよって話なんですけど、まあ、仕事じゃないのでなみたいな感じでなかなか改善が進まないっていうのが一個あって、まあ、そのリリースをもうちょっとなんかポンと押せばこうターボールができてちゃんと CDN で配信されるみたいなのを作ると、まあ、そういう部分にそのブランチメンテナーのこう貴重なリソースを使わないでもっと別のことに使えるのいいなと個人的には思いますね。で、あとはどうあるかな、僕の困ってることだとそのリリースを単純にしたいっていうのと、あとその
僕ができないことができる Ruby コミッターにもっと Ruby の開発をさせるにはどうすればいいかみたいな感じの問題があって、例えば Windows で何か Ruby の問題が起きた時に、なんか Windows の環境がないから直せないというようなコミッターが結構いると。でそういった時にもっと簡単に例えばなんか AWS とかで Windows のそういう Ruby の開発ができるような環境とかをポポンと作って渡して直してもらうみたいなこととかができると、まあ僕はそういうのが楽しいのでいいかなと思って、で、まあ、Windows とかがどんどん Windows で Ruby が使いやすくなると、まあ、Ruby にとってもいいことかなと思います。その2つですね。ありがとうございました。Ruby にはいつもお世話になっております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一方質問を前にお願いします。Ruby のコードを書くのってどういう、時間というか余暇の時間を使ってやってらっしゃるんでしょうか。それと、石渡さんがこう Ruby にコミットした機能ってどういうふうなものがあるんでしょうか。非常に鋭い質問ですね。僕はちょっと、まあ、会社弊社はその、まあ、Ruby でサービスをこう提供、 Ruby を使って動かしているサービスを提供しているという部分もあって、社内でなんか Ruby で問題があったと。でそれは多分 2.2 とかの 2.1 とかの不具合であるとみたいな時は Ruby を直すでなんか3ヶ月ぐらいするとリリースされるんで、まあ、なんかそれを使うと何か何ですかね、その一生懸命手が届かないところにあるようなものではないっていうふうに扱って Ruby を直すと会社のサービスが直るみたいな感じと言い張って、何か昼間も Ruby を直しているで僕が主に何をやっているかっていうと、僕はその C はあまり得意じゃないので、スレッドとかプロセスはまあその先ほどユニコーン作者って言いましたけど、あの辺の詳しい方にお任せして、僕は結構ビルドとか、あと配布とか、あと RubyGems とか Lake とかのマージみたいな作業を結構中心にやったりしてますね。出るかな？あ、ここでちょっと、まあ、RubyGems って、Ruby の一部のように見えるんですけど、一部のように見えてちょっとだけ一部みたいな部分があって、その、RubyGems って Ruby とは別に、アップストリームと呼ばれるレポジトリがあって、ガンガン Ruby 本体のことを無視して開発してるんですよ。で、なんか庇護官とかも入ったりする。で、Ruby の方は Ruby の方で、Ruby のリポジトリに入ってる RubyGems をバンバン開発している。で、なんかそこのなんか協調があまり取れてないと僕は感じていて、で僕はそこを積極的に、なんかこっちの変更を入れたら 2.3 で壊れたからこういう風になんないっていう話をしたりとか、RubyGems で入った変更をその 2.3 の開発中のブランチとかに入れて、なんか落ちないかみたいなのを直したりっていう、なんかそういう、なんていうんですか、なんか小人産業を積極的に、なんか他の得意な人たちがやらないことをいっぱいやるっていうのが僕の仕事ですね。って感じで以上が。ありがとうございます。ありがとうございます。最後の質問、お隣の方。はい、2つ聞いていいですか。はい。まず結構 Ruby 自体の開発とかって、その例えばいろいろお金がかかったりとか、サーバーとか使ったりとかするものを作る、さっきプロプライオリティみたいな話だったと思うんですけど、その辺のお金とかでどうしてるのかなっていうのが一点気になったっていうのと、あと Ruby 本体の開発をしていると、その Ruby 自体をかけるチャンスが、そう、あの逆に減っちゃうと思うんですけど、そのあたりのテーマみたいなのは、なんかコンピューターの人たちどういうふうに解消してるのかなっていうところが気になります。はい、じゃあ非常にいい質問が保管していただいて助かりますね。幸いにして Ruby という言語にサポートしてくれている、まあ、企業さんがありまして、まあ、ここに書いたのは一部で、他にもすごいたくさんいろんな企業さんがお金であるとか環境をサポートしていただいてます。で、まあ、NACL、まあ、これは松本さんが在籍しているあの会社さんなんですけれども、そのオンプレの感じのこうサーバーを
提供していただいたりとか、あとまあヘロクさん、あと IIJ さんとかも提供させていただいて、提供していただいてますし、あと Ruby アソシエーションっていう、まあ、その Ruby の、 あの普及と発展を、まあ、いろいろ業務ではないですね、その事業内容としているあの法人がありまして、まあ、そこの団体さんから実際お金ですね、そのものでは解決できないお金面をいろいろ支援していただいたり、あとまあワイルドカードの SSL とかを提供したりされたりしてもらったりしています。で、一応なんとか支えられてこうなんとかできているみたいな状況なので、お金はなんかもっとあると、そのさっき言った Windows の環境の用意とかはできるので、まあなんかぜひなんかそういう方がいたらお声掛けくださいっていう感じですね。で、まあ、Ruby の開発してると Ruby のこと書けないんじゃないかっていうのはまさにその通りで、Ruby コミってあのおそらく大半は C プログラマーなので、あんま Ruby のコードは書いてないんですよね。で、あの先ほどの質問の繰り返しになるかもしれないですけど、 C プログラマーの人は C しか書かないので、なんか幸いにして僕はピュア Ruby のライブラリを書くことができるっていう感じで、Ruby の本体にバンドルされている Ruby コードをなんか書いて、こうちょっと心のオアシスをみたいな感じ。ありがとうございます。はい、質疑の方以上させていただきます。ありがとうございました。